血が臭くはして気分を変えてみたらどうだい？うさねえ。村のあちこちのお地蔵様が壊されたって。とんでもねえな。どうせそこらの奥さんがやったんだろうがな。何よ何よ、何がお地蔵様よ。こんなのただの石ころじゃない。こんな村大嫌いよ。おしゃれに飲めるカフェ一つない。出てってやる。卒業したら絶対都会の大学に行くんだから。そして芸能界にスカウトされたり、夜はクラブでハングアウトなの。私にとってこの村で大事なことなんてたったの2つ。一つは古いお屋敷が壊されて。素敵。どんな人が引っ越してくるのかな。もう一つはかっこいいな。ゆうきくんとあの洋館で暮らせたら最高なんだけどな。死人が多くて当たり前よ。でも、もういやー。どうしたのめぐみちゃん。なんでもないわよ。もう分かってない分かってない。ゆうきくん、また来たか。また無視されちゃった。しょうがないよね。ゆうきくん、私のこと嫌いだもんね。バス来ないね。こんな村、早く出て行きたい。そうだ、そうしなさい。どうお嬢さん、うちの娘にならない？え？無茶を言っちゃいかん。だけどこれからも自分の家だと思って遊びに来てくれたまえ。娘さんと旦那さんと奥さんの3人家族だって。ふーん、それでどういう人たちなの？いや、近所のおばさんたちの立ち話を小耳に挟んだだけだから別に興味ないし通り過ぎた。興味ないの？
え、めぐみちゃん興味あるの？どこがよ。だって夜中に引っ越してきたし、変な家だし。だからどこが変なのよ。どうしたの？くだらない。やぼったい住人、やぼったい村、それを少しも恥ずかしいと思っていない。あの家が変なんじゃない、あんたたちが変なのよ。 T シャツに突っかけて散歩に出るのはいいのに、私が着替えてちょっとお使いに行くと笑われる。こんな村ないのか。眠いの、とても。あ、知ってるわ、私の方が。清水が死んだ。